動画をご覧くださりありがとうございます。暴行容疑で逮捕されたボビー容疑者の奥さんがコメントを発表しました。このコメントに対する考察もしてみたので、ぜひ最後までご覧ください。まずは記事の紹介、日刊スポーツからです。暴行容疑で現行犯逮捕されたナイジェリア出身のタレントボビー・オロゴン容疑者の妻が17日埼玉県内の自宅前で報道陣に対応し、長年オロゴン容疑者から DV を受けていたことを話した。この日の午後、子供らと自宅の門まで出てきた妻は報道陣に向かって一言だけ話をさせてもらっていいでしょうかと切り出し、長年夫からは様々な DV を受けてきました。それはまるで家庭内という狭い空間でまるで弱い者いじめをされているような状態ですと話した。続けて昨日のことは警察に全てお話しましたとしたが、きっかけは夫からの嫌がらせだとした。ガスを止められてしまった。他にもこの家を売りたいから今すぐ出ていけ、それに協力できないのであれば眠れなくしてやる、そうでなければもう離婚届をとっとと書いて渡せなどあげ、そうしたことが長年たくさんあってずっとそれを我慢してやってきたということがあったんですと告白した。申し訳ないんですけれど、私はこの事実をちょっとお伝えしたくてお話しましたと声を詰まらせながら訴えた。報道陣から離婚などは考えていらっしゃいますかと質問が飛んだが、それには回答せず軽い会釈をしながら立ち去った。はい、というわけですね。記事の引用は以上です。ここからは試験になります。奥様の言い分、これが全て事実なら衝撃的ですね。奥様本当に苦労してこられたなと思います。気になるのはボビー容疑者は夫婦間のトラブルはあったとはいえ容疑を否認している点です。どちらの言い分が正しいか現時点では判断しかねてしまいます。ボビー容疑者はナイジェリア出身で兄弟が34人いるそうですね。お父さんが貿易会社の社長だったとかでかなりモテたそうですね。何でも奥さんが6人いたとか。言ってしまえば男尊女卑のような環境が身近にあって、それを間近で見て育ったボビー容疑者だったと言えるかもしれません。たどたどしい日本語が売りのボビー容疑者でしたが、実は日本語は堪能だったという話もあります。そんなボビー容疑者ですから日本の風習に馴染んでいるとは思うのですが、どこか女性を下に見るところがあるのかななんていうふうにも感じられます。でも全く逆で、そういうイメージを奥様サイドが利用して優位にことを進めるために先手を打ってメディアに発表したとも取れますよね。まだまだ事実関係がはっきりしませんが、今後どうなっていくことでしょう。コロナ騒動の中にあってストレスを溜め込んでいたっていうところもあるかもしれません。今回のコロナでいろんな問題が浮き彫りになっているという感じも受けますね。ボビー容疑者からの詳細なコメントがあれば続けて紹介をしていきたいと思います。今回の話題は以上になります。コメント欄よりご意見ご感想いただけると幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録とベルのクリックもよかったらお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。